これも撮影されてんの？うん、撮ってる。いいよ、でさ。でさ、うん、あの、万里の長城なんだけどさ、行ったことある？あ、行ったことなんかね、あるんだけど、うんうん、なんかね、暑かった記憶しかないんだよね。あ、本当夏か。うん、なんか俺、夏とか晴れた日とかって結構みんな行ってるけどさ、うん、寒くて、雨の日とかってあんま行ってないじゃない？もう俺行きたくない人の家。あ、本当に、うん、でもそういう万里の長城の方が魅力あるんじゃないかなと思って、うん、興味ない。あ、本当、うん、あ、興味ない。興味ない。でもね、夜の万里の長城入れるとこあるらしい。あ、そうなの？うん。え、それね、ライトアップとかされてる。そう、ライトアップされてて、1個だけあるんだって。うーん、そこちょっと行ってみようかと思うんだよね。うーん、だからそこは芝台頂上って言うんだけど。はい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 、はい、うん、芝生が広がってるのね。そうそうそう、青々としてるわけね。ちゃうわ。おお、芝良太郎の芝ね。はい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 。そこちょっと北京、まあ、ここからね、150キロ。今俺らどこいるんだっけ。北京ですよ。北京にいます。北京にいますよ。なあ、そこから150キロぐらい離れてるんだけども、うっせえな。まあまあ、それでちょっとまあ行こうかなと。うん、2時間ぐらいかかるんだ、車でね。車で2時間、yes、なので、それ多分鹿児島から熊本ぐらい行けるよ。そうでしょ、そんぐらい中国ってやっぱでかいんですよね。鹿児島と熊本距離しかねえの。いやいや、もっとあるわ。はいはいはい。でもまあそこからね、金山霊万里の長城っていうところも行きたいんですよ。なぜかというと、さっき言ったのなんだっけ、芝台、ね、芝台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 、はいはい、芝台と金山霊近いから、うん、もうどっちも行っちゃうと。はいはいはい。で、金山霊は、うん、あの頂上の中の頂上と言われてるわけね。はいはいはい、頂上決戦ですよ。頂上、頂上。もうだから、ちょっと寒くなってきたんだけどね。まあそこにも行って、え、つまりこういうこと、あの六代目山口組か、神戸山口組か、うん、それとも任侠山口組か、三つどもえの頂上決戦、そういうことですか。まあそういうことですね。だから、まあ先に夜行って、で、その次泊まって、コンプライアンス的に放送できないからで、昼に行くんですよ。はいはい、うん、で、帰ってくる。どうすか、うん、それ、朝何時起きですか。朝6時起きです。泊まりできません。行きましょう。泊まりましょう。そうしましょう、うん、ということで、ちょっと準備始めましょう。濡れない。濡れない。ついに濡れない。うーふー。よし。やっと濡れない。やっと濡れないね。幻想的。六个人在打仗。喂，あ、これ行き止まり？行き止まりです。いや、水谷さんどうすか？いや、寒いっす。寒くね？でもね、めっちゃこのもやが結構さ、急に寒いよね。もやがかってるのが結構神秘的で、割と雨のちゃんちゃんもいいね。雨の効果。あ、邪魔やってる。デッチ。結構幻想的じゃない？確かに。うん、
もいいじゃん、この写真。今まっすぐ歩いてここの門を通り抜けるって絵を撮影してる。